皆さんこんにちは、ペットでございます。ワールドスタジアム2ね、続きやってまいりたいと思います。今日からベイスターズとの3連戦ですね。現在45試合終了という状態ですね。日向塚さん出そうか。バスはね、もう逮捕さんのままでいいと思うんで。試合開始でございます。はい、行きましょう。タイガース先発はヤーブさん。ショート石井、お、インサイドに入った球ね、詰まりました。バットのセンターのショートゴロ、これでツーアウト。3番レフト、ピッチャーゴロ、簡単にスリーアウト取ってくれました。ジョジョの立ち上がり、ベイスターズ先発は河村さんですね。スリーボールか。いや、今のボールかな、ちょっと微妙やったね。ピッチャー弾いたけど、ファーストアウト。さあ今日は2番和田さんですね。打ち上げた、ショートフライ。ちょっと難しそうやな。バットの先端、スリーアウト。ローズさんは初球を打ってセンターライナー。いいですね、省エネピッチング。まだ10球も投げてない。佐伯、ああ間に合わない。これね、なんだっけ、お任せ守備にしてるんでね、そうやるとやっぱり、はい、間に合った。ヒットこそ打たれましたけどね、2回の温度も0点に抑えてくれました。タイガースは4番檜山さん。檜山、さあインサイド捉えた、ライトオーバー、ツーベース。ノーアウトでランナー出ましたね。センター前、バッター、セカンドランナー帰れませんね。さあここで今日スタメン平塚さん。打ち上げてしまった高々とレフト前進、これはタッチアップできません。センターへ、これも前進。さあタッチアップするか。サード投げてくれたね。
よかった。8番キャッチャー上爪。ファーストゴロ、次アウト。さあ大砲さんの犠牲フライで先制しました。ベイスターズは8番の谷繁さんからですね。8番キャッチャー谷繁。セカンドゴロ。9番ピッチャー川村。あーこれは、うん、テキサスヒットセンター前。1番ショート石井。スイングアウト。2番サード進藤。間に合いました、センターフライ。さあこの回は、ベイスターズ三者凡退です。あ、三者凡退ではないなまた一人出ましたからね。ボテボテのセカンドゴロ。1番センター新庄。おお、ストライク2球。うん、詰まった。ちょっと早めに仕掛けたかったよね。2番セカンド和田。もう引っ掛けてしまった、なかなか捉えれない。3番レッド鈴木。間に合わない、ライト前ヒット。さあフラフラと上がった打球はライト坪井さんへ。5番ファーストセカンドゴロ。ファースト間に合わないちょっとセカンド入るのが遅れた。6番ライト佐伯。いい当たり、センター抜け、あーこいつ。7番センター、これも高く上がった打球、今度は新庄さん取りました。3アウト。文心くんからですね。おお、打球はセンター抜けた。4番ライト檜山。さあ盗塁成功。ライト線フェア。さあセカンドランナー三塁を回る。ツーベース、再び勝ち越し。セカンドゴロ、ランナー進塁。6番レフト平塚。ボテボテのショートゴロになった。その間にランナー生還、これで3対1。7番
さあ、逮捕さんがだいぶ。ああ、捉えれんくなってきたね。はい、ということで、3対1になりましたね。回は5回表。8番キャッチャー谷重。バットの先端レフトフライ。9番ピッチャー川村。ショットの後ろ1番ショート。ピコさんが絶不調になっちゃったね。見るね。見逃し三振。さあ、ヤブさんきっちりゲーム作ってくれてますけどね。8番キャッチャー上手ね。お、三遊間抜けた。ここはフラフラと、おお、左中間。さあ、ランナーそれぞれ進塁。チャンスで回ってきた新庄さん。新庄センター前、2点タイムリー。2番セカンド和田。あー、アウトさあ、盗塁失敗。どうてことのショートゴロ。さあ、分身一発出るか。インサイド入ってきた、捉えた。打球はアフェンスダイレクト。ここで今日2安打の檜山さん。あーちゃん。あー、インサイド入っ、特にインサイド来たけどね、ちょっと詰まりましたね。スリーアウト。当たりレフトライナー。3番レフトバットのセンター鈴木。センター左寄り掴んでツーアウト。4番セカンドローズ。これも今度はセンター右寄り。このセンターフライスリーアウト。さあ5対1になってからベイスターズがね、クリーンアップまで入りましたけどね、三者凡退でしたね。さあ、ここでピッチャー交代。ピッチャー関口。打ち上げてしまった。ピッチャーフライ。6番エスト平塚。ライトへ、ライト線。おー、ダイビングキャッチ。7番ファースト太鼓。詰まったか、センターへ。センターフライ、三者凡退。さあ、ベイスターズはラッキーセブン、5番の駒田さんからですね。5番ファースト。セカンドゴロ。おお、弾いた。で、今日絶好調の佐伯さん。佐伯。見逃し三振。7番センター中根。いい当たり、センター取った。ナイスキャッチ。8番キャッチャー
谷繁。打ち上げました。サードフライ。文心くんがっつり取りました。スリーアウト。さあタイガースのラッキーセブンは8番のジョゼフさん。ヤブさんまだ行けそうやもんな。いい当たり、センター前。今日2安打。かけたショートゴロ643ダブルプレー。1番センター新庄。さあ一発狙っていきたいね新庄さんは。あはは打ち上げた。レフト楽天入りました。スリーアウト。ベスターズは9番ピッチャーの関口さん、代打出すんでしょうか。出しましたね。代打は出ました。真鍋さん、代打真鍋。さあ外のスライダーを打ちましたけどジャストミートはできてませんね。1番。さあ今日2三振の久保さん、初球を打ち上げたセンターフライ、ツーアウト。2番サード進藤。まあヤングさんやともう安定やね、引っ掛けて打ち取れるから。はい、ということで8回の表もベイスターズは無得点。4回にねタイムリーで入った1点だけですね。ああ振っちゃった。フルカウントセンピッチャー挙手でいいんかな。おお、打ちごろの球やったね。振り遅れた。いい当たり、ライトオーバー。ちょっと走れなかった。当たりやばいすぎた。あー早いね振るのが。はい、8回の裏タイガースは得点。回は9回4点差あるんでね、もうこのままヤブさんに行ってもらいましょう。おお右中間。取れない。三塁進塁は自重しましたね。あーライトは初球を捉えていった。ランナーは進まない。あーこれも人になる。3点目が入った。さあピッチャー交代しましょう。あれピッチャーディフェンダーバックホーム。ランナーはうんタッチアップしませんでしたね。うわ、新井さんや。
スリーアウト。なんとかしのいでくれました。試合終了でございます。急に崩れだね9回ね。ご覧のように本日の試合は阪神タイガースの勝利となりました。ということで、ホームランはなかったんかな今日は。珍しく。そうですよね。ヤコさん一応勝ち投手、リベラさんもね最後2点差で登板しました。セーブつきましたね。で他球場、おー、小畑さんか。で謙信さんね、大野さんで負けてるね広島は。まあ何やかんや言うと勝ててはよかったけど、本当は一人で投げ切ってもらわなねいかんはずなんだけどね。急に外のねストライクの球捉え出しましたね。はい、ということで、ヤブさんが8勝目ですね。リベラさん15セーブ。あ、よう打たれたな最後。佐伯さんによう打たれた印象やね今日は。で、檜山さんがね猛打賞で、文心くんと上詰さんがマルチと、ね、スタメン平塚さんがノーヒット。はい、ということで、今日の野球占いは中吉ということですね。ではここでお別れしたいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。